佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬、パッカル情報局。第二百六十九回、二月十三日、土曜日、レース展望。こんにちは、新興直樹里奈です。そして今回の解説は競馬専門誌、通信社の今村さんです。今村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は佐賀記念もありまして。そうですね。またまた、パッカル情報局やってきたということで、はい、私はとっても嬉しいんですけど。はいはい <laughs> ね展開もどんどん早いですね。本当早いですね。あっという間にやってきますが、うもうしっかり情報はバッチリです。まあ、できる限り頑張りました。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ます <laughs> さあ、それでは解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせです。佐賀競馬場では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、場内の滞留者数を3000名までに制限しております。 また場内にある J プレイストスでは原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで発売しております。場内でのレース映像の放映やオッズ情報の提供は行いませんのであらかじめご了承ください。またご来場されるお客様へお願いです。体調不良時のご来場は自粛をお願いいたします。マスクを着用されない方または体温が37.5度以上ある方はご入場いただけません。手洗い手指の消毒にご協力ください。 場内では大声を出さず人と人との間隔を空けてくださいご来場の際は新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力くださいさあそれでは解説に移ります本日の展望レースはこちら2月13日土曜日の展望は第8レースメインレースの唐津湾賞 A1、A2 と第12レースのデイジー賞 A2、B の2レースをお送りします それでは展望レースその1、第八レース唐津湾賞の出走表です。距離ダート1 4 0 0ル午後5時10分発走、サラブレット系4歳以上6頭立てとなっています。さあそれではまずは今村さんの予想から見ていきましょう。今村さんの本命は二号馬のジャングルキット。はいえーまあ、前走が、ね、強い内容でしたし、まあ、あの展開的にね、うん ものすごく今までと違うような内容でしたからねまあ、それでの勝ちっていうのは勝ちがあったんではないかと思いますしまあこの投数ですからねさばきやすさはあると思いますのでねまあ、今回も注目したいですね続いて対抗は6号馬ミス鹿児島、はい、まあ前走休み明けに走目もっと変わってくるかと思ったんですけど、まあ、メンバー的なところもあるのかもしれないですがもう一歩伸びきれなかったっていうところがねちょっと うん、まあどうなのかなっていうところはありますけど、まあ、中間の動き見てれば、まあ、そんなにね調子落ちっていうわけではなさそうでしたからね、まあ、この投数で先行馬不在っていうところを考えると、まあ、前に行ければ十分巻きかせるのかなっていうところはあると思いますけど。続いて黒三角が3号馬ちょっとね距離が戻る分、まあ、忙しくなる。 上がりどこまで使えるのかなっていう不安材料はありますけどもまあ頭数が少ない分ねさばきやすさはあると思いますので、えーまあ、上位に来てもおかしくはないのかなっていう感じはしますけど白三角はキャプテテンハウテン、はい、えーまあ、前走がね、まあ、休み明けだったにしてはちょっとね、えー、物足りない内容ではあったんで、まあ、その辺り不安ではありますけども、まあ、前で競馬できる頭数にはなってるんでね、えーまあ、自己ペースでいければっていう感じはしますね。 ありがとうございましたジャングルキット強そうな先ほどのお言葉いただいてましたけれどもそうですねまあちょっとね、うん、前走がね、うん、いい内容でしたからね外枠、はい、の,のミス鹿児島にも前走変わってますしね、うんまあ、ここで逆らうところではないかなというふうに思いますけどなるほど、はい、ありがとうございました、えー、それでは続いて私青木の本命はえー ミス鹿児島そして太閤がキャプテンハウテンそして黒三角がジャングルキット白三角が遠心テキサスとさせていただきましたそれでは今村さんの回目を見ていきましょうこちらおお、はい、そうですねまあ2番のジャングルキットを頭固定にしているのを、まあ、先ほどの、えー、3番4番6番を23着にっていう形ですね、うん、やはり堅そうですねと思いますけどね、うん これわかりはわからないですよねベ、ね、ースですからね。はい、ありがとうございます。えー、そして続いて私はこう書いたいと思います。三連プボックスで一二四六の各五百円。そして単勝で六、えー、番のミス鹿児島に期待したいなと思っております。 ミス鹿児島もあの今までも重賞を買ったりだとかいいレースしてきましたし休み明けからがちょっと復帰2戦目ぐらいまでというところだったんですがそうですね、まあ、3走目でまだね上積みはあると思いますからねななくはいいと思います、はい、期待したいと思います。はい、というわけで以上、土曜日のメインレースでした。そそれででは続いて展望レースその2です 第十二レース、デイジー賞ョーの出走,出走表です。距離ダート千四百メートル、午後七時十五分発走サラブレット系、四歳以上、急登立てとなっています。さあ、それでは、今村さんの予想です。えー、まずは、本命がデータバリュー。はいえーまあ、前走がね、しっかりと巻き返した内容でね。えーまあ、強かったですからね。まあ、今回も外枠に入ったっていうのは、プラス材料ですから。まあ、この相手関係を考えると、まあ、ここも上位の一等かなと思いますね。 そして対抗が今回移籍初戦でね、えー、力関係がどうかなんですけど、まあ、ダートを使われてた強みもありますし、まあ、実績からいけばね十分通用すると思いますからね注目したいですよね。はいえーまあ、今回前で競馬できると思いますからねただなんとか行きたい馬もいるんでペースがどうかなんですけど、まあ、自己ペースで。 2> 2番手までにいければ力は出せると思います白三角があこの2走がねも,もう一つ内容今よくはないんですけど決してね調子が落ちたわけではないと思いますし、うんまあ、展開一つではね前回よりはやれそうな感じはしますけどね。うんこの新木馬の名勝淡路やっぱり気になるんですが、はい、この佐賀との相性も良さそうな。そうですね、まあ 馬場、うん、的なところはね、どこからでも動ける力を持ってるみたいなんで、うん、ま大丈夫だとは思いますけどね。はい。期待したいですね。さあそれでは今村さんの解明はこちらです。お願いします。はい。えー、っとまあ7番のデータバリューを頭固定にして、まあ 二着三着に軸の五番を入れての三四六を二三着折り返しっていう形の六通りですね。はい。まあ、名称は淡路も外れないと思うんですよね。はい。はい、なるほど。ありがとうございました。地震のほどはいかがでしょう。まあ、まあ、あります。これ四が入ってきてますね。ウェーブキングが入ってきて。るんですね、はい、これちょっと穴目で入れてみたんですよね。<ー>ちょっと、あの、先行してね、飛騨ジョッキー。 2>, 2キロ減なので,あで、ねうん、まあ筋量軽い分まあ、最近の調子はねもう一つのこのままの内容なんですけど前に行ければ可能性はなくはないと思ってちょっと入れてみましたはい、はい、ありがとうございますご期待くださいさあそれでは続いてのコーナーは、えー、トラックマンの一押しのコーナーです解説者の皆様に最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただいています今村さんの土曜日の一押しレースはこちら 11レーース5号はオーサムランとということです、ねはいえー、まあちょっとねあの上位争いになると、えー、この2走がもう一つっていうところなんですけど、ま、先行できてるところはありますんでね、ま、決してね調子が悪いわけではないと思いますから、ま、今回も 番手っ,っていう形は取れそうなのですんなりの、ね、自分の形で競馬できればまだやれていいところはあると思います。ななるほどこうにも入ってきそうな感じですよねと思いますけどね。はい、この11レースでもう1度上げるとしたら何か注目したい馬っていうのはそうですねやはり10番のゴルト・グランツがもう連勝できてますからね、まあ、佐賀で通算で 8, 8連勝か<ー>してますから、まあ、力的には、ね、強いと思いますけどね。 ぜひ、皆さんも、十一レースにもご注目ください。今村さん、ありがとうございました。それでは、続いて、旗、え、手、ー、のリーディング情報についてお知らせしていきます。前回の結果は、岩永千秋騎手の二勝がトップでした。二千二十一年のリーディングについては、山口騎手、倉富騎手、日田騎手が十七勝で並び、二着数の関係で。 現在山口勲樹署がリーディングトップに立っています前回から変わらず上位三者による熾烈なトップ争いが繰り広げられています果たしてここから抜け出すのはどのジョッキーになるんでしょうか皆様も今後もご注目くださいえそして続いては重症レースレポートです2月11日祝日木曜日に実施した第48回佐賀記念 JPN3 は 川田優垣駐機場の JRA 所属クリンチャー号が優勝しました道中先頭でレースを進めるとそのまま後続を振り切り2着アシャカトブに急場審査をつける圧勝でした優勝タイムも2分5秒0のレコードタイムを樹立しました今村さんこのレース振り返ってみていかがでしたかそうですねやはり クリンチャーの圧勝という内容がですねすごかったですねそうですよね、はい、皆さんも感動したんじゃないでしょうかね、うん、というわけで改めて関係者の皆様おめでとうございますそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第269回2月13日土曜日レース展望でした 佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は2月20日土曜日21日日曜日の展望を19日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら